はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は宮城県の美容師、えー、正社員8年目、28歳の方の給与明細です。えー、最終学歴、専門学校卒業で、仕事内容は受付、電話対応、シャンプー、カット、カラー、パーマ、ヘアセット、掃除、発注、業務。必要な資格やスキルが美容師免許。勤務時間が1日、えー 平日が10時から19時半、土日が9時半から18時半、収入が月収20万からで不合成、年収240万からボーナスが0円。美容師になりたい方へのアドバイスとしては、アシスタント時代は反復作業だったりで、やりがいを感じづらいですが、そこを乗り越えて、一人前のスタイリストになればやりがいがあり、頑張ればお給料にも反映するので楽しいです。えー、給料明細です。 基本給が19万、通勤手当4200、指名部合で4万9000、えー、フリー部合7000円、商品売り部合で320、口コミ手当500、技術手当8万で、えー、総支給が33万1833円。そこから工場引かれて、えー、手取りが28万527円となっています。 えー、この月は年末調整で約1万返ってきてるので、まあ、えー、だいたい手取りでいくと27万くらいになるものだと思われます。えー、で、まあ、この方言ってたように、まあ、アシスタントっていうのは、本、え、当、ー、アルバイト以下くらいの給料でやらせられるところが多いので、えー、まあ、やっぱりこういって、そういった時代を乗り越えて、えー、こういった27、8万くらいの給料をもらっている人を見ると、まあ、ちょっとは夢があるかなっていうふうに思います。 えまあ部合とかで5万稼げてたり、まあ、技術手当で8万もらえたりと、まあ、会社によると思うんですけど、まあ、やっぱり独り立ちしてからやっと人間らしい生活ができる給料がもらえる業界だなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします